ご来館の皆様にお伝えいたします。本日はノバふれあい祭りにお越しくださいましてありがとうございます。ただいまより2階ロビーにてミニライブを行います。ギリシャ出身シンガーソングライタールルニア様のミニライブとなります。どうぞ皆様お集まりください。すごいですよ。いい機会ですから皆さんに聞けないんで、ノバふれあい祭りにお越しくださいましてありがとうございます。あ、ぜひ前の方に。まもなく2階ロビーにてミニライブが開催されます。皆様どうぞお越しください。あ、前の方にお越しください。シンガーソングライタールルリア様によるミニライブです。どうぞたくさんの方ご来館お願いいたします。はい、ありがとうございます。もう少しお待ちください。すいません、あ、ぜひぜひ前の方でお願いします。もう最前列です、はい、ちょうど4人揃ってるんで、そうですね、今日は1曲目、ジョン・レノンのイマジニア、2曲目、イトシュネリー、3曲目、レッド・イット・ビー、4曲目にオリジナル曲を歌いたいと思います。昨年の夏にファーストアルバムを、ダマスでリリースして、CD も出てるんですけれども、はい、そうですね、じゃあそろそろ始め、どうしましょう。皆様どうも、今日はお待ちいただきましてありがとうございます。あ、もう全然結構でございます。プロの方が触ったマイクなんか私持てるミクではございません。、はい、ありがとうございました。彼はですね、私が来てから上の音楽室を時々ご利用だったんですよ。で、まあ、お一人のご利用だったんでちょっと気にはなってたんですけれども、ある時意を決してですね、お話しかけをさせていただいたところ、実は今自己紹介にあったようにですね、音楽活動を実際にされているということをお聞きしまして、で、まあ、我々今日も年に1回のふれあい祭りがありますので、申し訳ないんだけど、もしよろしかったら一斉お聞かせ、歌をお聞かせいただけませんかってお願いをしたところですね、心よくお聞きいただきました。つい先月9月もですね、レコーディングをするということで、実は毎週のように歌の練習をマックスの方ご利用いただいております。これからね、CD も、新しい CD も発売をされて、ますます皆様に歌声であったり、今日は彼の自分でお作りになった作詞作曲をした、オリジナルな曲もご披露いただけるというふうに聞いてございます。ぜひその曲がね、流行って、このノバチクセンターからプロの歌手が出るということを私も夢見てです。あ、まあ、プロの歌手はごめんなさい、もう出てるんですね。もう要はもうヒットチャート上位に行くというのを夢見てですね、ぜひこれからもね、このカーブを利用していただくと同時に、ちょっと地域全体のね、ちょっと誇りにもしたいなというふうに思っていますので、今日はぜひ彼の歌声、それから彼は今まさにギリシャ、あとアメリカで子育てたら非常にそれトークがうまいんですよ。なんかぜひ彼のね、MC お話もお聞きいただいて楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございます。日本語が怪しいです。それでは始めさせていただきます。ヤーサス、はい、午前中もそんなリアクションでした。ヤーサスというのはギリシャ語でこんにちはっていう挨拶なんですね。じゃあお付き合いいただいて、ヤーサス、ありがとうございます。それでは、簡単に自己紹介をさせていただきます。
I'm Luria. Luria means flowers in Greek language. And I was born in Japan, but I'm growing up in the United States of America, in Greece. And now I live in a corner world. パンフレットにはアメリカでも育ったと書いてあるので一応英語も話せるよっていうことで英語で挨拶させていただきました。それは日本語でいきます。僕はルーディアという、昨年ファーストアルバム、ファーストアルバムの CD を Amazon にリリースしました、新人のシンガーソングライターです。ルーディアというのはギリシャ語で花を意味します。コーナン区のシンボルマークがひまわりの花ということでそれにもとてもご縁を感じています。そして、僕は日本で生まれたんですけれどもアメリカとギリシャで育ちました。で2年前くらいから横浜市コーナン区に引っ越してきまして、そして先ほど館長さんおっしゃられましたけれども3ヶ月前ぐらいから、こちらのノバチクセンターで、練習を週1回ぐらいさせていただいて、1ヶ月前ぐらいに、急遽祭りがあるということでお声掛けいただいて歌うことになりました。すみません長いです。じゃあこの中で、ギリシャに行ったことある方いますか？お一人。ありがとうございます。ギリシャは僕にとってはすごいメジャーな国なんですけれども日本ではあまり結構馴染みのない国だったりするんですけど、あちらの去年の里帰りに夏に里帰りした時に撮った写真なんですけど、パルテノン神殿とか教会があったりとかエーゲ海がすごく綺麗で向こうはギリシャ語の感じなんですけど、でこれがギリシャ国旗、アクロポリスの丘のパルテノ神殿があってそこに国旗がたなびいてるという感じなんですね。はい、ちょっとギリシャのことを話すと長くなってしまうのでこれくらいにしていきます。じゃあそうですね、改めまして、お声掛けくださった、鈴木館長さん、そして、いつも温かく迎えてくださるスタッフの皆さん、そして今日お聞きくださる皆様、本当にどうもありがとうございます。それでは、1曲目歌いたいと思います。1曲目は、館長さんのお気に入りの、ジョン・レノンの、イマジンを歌わさせていただきます。Say
サザンオリサーズを知っている方ありがとうございます。じゃあ愛しのエリー知っている方、はい、ありがとうございます。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 愛しのエリー知
My love, so sweet.
Let it be.
shine on me, shine on to tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whispers of wisdom, let it be. ラストは、ルーディアで、ぼやけた月の光に、君をも聞いてください。
楽器を弾きながら曲を作ることはできないけど、ちょっとこんな感じでやってます。そうですね、アンコールありがとうございます。ネバーノンという曲は、さっきもちょっと言ったんですけれども、僕は兄と一緒に早くミックスしたりとかしていて、であとそれとあとこうギリシャに対する感謝の気持ちとか、そういう気持ちを込めて作りました。地球上に今何億人いるのか僕はちょっと分からないんですけれども、これまで亡くなってしまった人の方が圧倒的に多いと思うんですよね。もう人類始まってからもう何十倍何千倍というのは亡くなっているので、なんていうの、そういう人たちに向けて歌いたいと思って書きました。なんというでしょうか、なかなかうまく言えないですけれども、聞いてください。ユーディアで、Never Alone。
楽しかったです。この絵は僕の母が描きました。3時まで、ノバふれあい祭りがありますので引き続きお楽しみください。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。